トライストリンガーがアップデートで情報修正されている？発売前なのにそんなことあるわけねえだろうよと思ったそこのあなた、ガチです。スプラトゥーン3が発表された1年3ヶ月前の映像から見返していくと、なんとトライストリンガーの大きな特徴であるフルチャージすると着弾時破裂する弾に強化される点は1ヶ月前に公開された最新映像で初めて確認できました。おそらくイカ研究所内でテストプレイおよびバランス調整が行われアップデートしていった結果、現在の着弾点で破裂する仕様に情報修正されたのだと思います。これ以外にも新型スイッチの PV でチラッと見えたチャージキープは公式の説明文には載っておらず、他の映像でも確認できないため、逆にチャージキープはなくなったのではというお話を動画本編でしていますので、より詳しく知りたい方はコメント欄から動画見てみてください。